内陸湖は、故障の形態の一つ。降雨などで故障へ流入する自然河川はあっても、故障から流出する自然河川がない無口湖のことで、乾燥地域の低地や盆地、大地、火山の加工や稼働閉塞などで生じることがある。内陸湖への流域は内陸流域を形成する。このような故障からは、水はもっぱら湖面から蒸発してゆく。離水のために、 人為的に飲水が行われることがある。人為的には過度の利水や埋め立て、自然には乾燥や降雨現象などの環境の変化度で縮小、消滅することがある。日本において湖と海との違いは、寄水湖などを除き比較的明瞭だが、世界には生活圏をはるかにしのぐほど広大で、海を何持つ内陸湖があるほどに定義は明確でない。しかし内陸湖には、 国際海洋法が適用されていない。内陸湖であるカスピ海は、その水面をめぐって、沿岸の5カ国が主権を争っていたが、2018年の会議で、海と主張するロシア、アゼルバイジャン、トルクメニスタン、カザフスタンに、湖と主張するイランが大きく譲歩して5カ国間で、領海協定が締結された。カスピ海は、領海として分割されることになり、 20年にもわたった国際紛争が事実上決着した。ありがとうございます。